積陣といわれると戦闘機と採石陣というそれぞれのテーマを含む作り方 の、 説明と実際に出てきた資料を紹介します。なかなか印刷物では見たことあったんだけどそれだけじゃちょっと分かりにくかったのが、やっぱりこうやって見ると分かりやすいですね。なかなかその実際に取れた採石陣をどういうふうに使ってたかというあたりも説明がなかったりしましたので、はい、